こんにちは、サードロです。今回は公式さんから正式に回答級クエストの改造クエストについてのアナウンスがありましたので、そちらについて動画にさせていただきたいなと思います。 で、過去に、まあ、このディアバゼルの GO230 分の環境不安定ですね。まあ、ついでに環境不安定じゃない方の GO2 ディアバゼルも持っているんですが、まあ、これが動画に出させていただいて、改造じゃないか改造じゃないかっていうのをずっと言われていたんですが、まあ、正直このクエストオフラインで撮ったクエストなんで、改造じゃないだろうなとは思ってたんですけど、まあ、公式から、ま、アナウンスがなかったので、まあ、否定することもできずずっと我慢してたんですが、やっと正式にアナウンスが来てくれたので、 まあ個人的にはめちゃくちゃ助かった内容ですね。そしたら早速内容を見ていくんですが、えー、こちらですね、えー。モンスターハンターライズサンブレイクにおける不正改造データの判別条件についてっていうのでアナウンスが来てまして、現在、正常な回答ケースに使用される条件を画像にまとめましたのでご参照くださいという風に来ております。この画像を見ていくんですが、こちらですね。えー、まず1枚目なんですが、こちらに条件の一覧が記載されております。で、 まずえ正しい条件のまず失敗条件に関しては、まあ、力尽きる回数が1回2回3回4回5回と9回が もももとと級クエストにはありますすよってものなんですが、この9回のみ EX1 と2のクエストでしか発生しないっていうのが条件になってますので EX3 から5とかのクエストで9オーツのクエストがあればもうその時点で改造ですよっていうのがこちらに記載されておりますなので、まあ、先ほどのディアバゼルの5オーツっていうのは現実あり得る範囲の 使用っていうのがこちらで分かりますねで次に参加人数は2人か4人になるので1人もしくは3人のクエストはそもそもないですよっていう風になってますで次ターゲット数が1頭2頭3頭なんですが、まあ、ここは2頭のクエストはレベル20以下で発生しないっていうのと3頭クエストはレベル40以下で発生しないっていうものになっておりますで制限時間に関しては25分30分35分50分なんですが25分に関しては2頭クエストでは発生しないっていうのと3頭クエストは必ず50分になります ありまますすのでご注意お願いしますで目的地は今書いてあるこの一覧にあるもの以外はないということなので逆に、まあ、これ以外のクエストをですね例えば EX3 以上の9オツだったり、まあ、2等クエストの25分3等クエストで時間がいじってあるものっていうのに関しては 改造になりますので、その場合はそのクエストはプレイしないように気をつけていただければ大丈夫なんじゃないかなと思います。っていうのが1枚目ですね。で、一応2枚目に関しては、まあ、それの、まあ、例で出てるんですけど、まあ、レベル51のレースで3等クエストで30分っていうのはまあ,ありえないですよっていうのと、2回力スキルの参加24人,人で多等の25分もないですよっていうものになってますので、まあ、この条件さえしっかり大丈夫であれば気にせず遊んでいただいて大丈夫かなと思います。 のでぜひ安心してプレイしていただきたいのともしなんか野良とかで潜っててこれに該当するクエスト取ってしまってよって方はこちらですね、まあ、この条件に入っているものである場合は削除をしていただいた方がいいんじゃないかなと思いますで本当はこのディアバゼルの GO2 ですね環境不安定取れた時に配布のライブとかもやりたいなって思っていたんですけどまあこういったねいろいろ改造じゃない改造だみたいなやり取りがあってる中でやるのはちょっと違うなと思って今までできてなかったんですが 今後はこのディアバズルのゴーツの配布のライブとかそういったのもやっていけたらなと思ってますので今後ともぜひよろしくお願いしますこれからもサンブレイクの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントいただけると嬉しいですバイバイこんにちはサードラです